の世界にも箱の情報はなかったな。ふん、本当にそんなものはあるのか。あるさ。どうしてそんなに自信があるんだよ。しるべさ。ああ、さあ行くよ。どこへ。あいつら追ったって仕方ないだろう。空たちは箱を探してないぞ。空たちを追う必要はないよ。目覚まるうちあやは戻りそう。それまた聞く。旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも心を宿す体がないんだよな。戻し方はレイディアントガーデンで調べてるよね。だったら体のことも考えてるかも。モバイルポータルで誰かと通信してみるかい。おお、イエンツォだっけ。よし、連絡してみる。あ、空かい。うるさい。ちょっと、あれ、なんで王様が。実は今リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。空たちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。空、何かあったのか。みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって。そうか、空は知らないんだな。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか。ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。あいつらもレプリカを探してるのかな。違うよ、黒い箱だよ。あいつら13機関とマレフィセント。あっ、何だかおりそう、すみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソロたちはテラの方を頼むよ。ちょっと向こうは相変わらずのようだね。それがソロたちのいいところです。さて、マーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい、